最初に成功した次期のマスネ、マノンはジュール・マスネのオペラ、1884年初演、アベ・プレボーの小説マノン・レスコーに基づく。同じ題材によるオペラは他にもプッチーニのマノン・レスコーとオベールのマノン・レスコーをはじめ数多く存在した。なお、マスネの音楽によるバレエ、マノンには本作の音楽は用いられていない。 マノンを演じるビグサ・ヤン・マノンはマスネのオペラの中で最も成功した作品の一つでパリのオペラ・コミック・座での上演回数は1959年までに2000回を超えた。イギリス初演は1885年1月17日にリバプールで、米国初演は1885年12月23日にニューヨーク・アカデミー・オブ・ミュージックにて行われた。 日本初演は1949年3月14日に日比谷公会堂にて藤原歌劇団によって山口和子、藤原義恵、石津健一、宮本良平等の配役で森忠の指揮によって行われた。運命の女を描いたオペラとして現在でも人気を保っている。リブレットにおける安倍プレボーの原作からの大きな変更はレスコーが 姉からいとこになっていること、最終場面がニューオリンズではなく、ルアーブルで終わること、原作の重要人物であるデングリューの親友ティベルジュが登場しないことなどである。形式はセリフを使用するオペラコミックであるが、セリフを語っている間でもオーケストラの伴奏を伴うメロドラマのスタイルを採用している。マノンを演じるシビル・サンダーソン名役とジルによる台本については、 上長で物語的要素に頼りすぎている。中略特に第一幕は時間がかかりすぎる。という指摘もある。しかし、つまるところ、マノンは見せ場を次々に提示するオペラであるため、より成熟したマスネの他のオペラと比べると結合力や秩序に欠けているが、この作曲家の全作品の中でこれらの見せ場をしのぐ曲はほとんどないと結論づけている。また、 牧師になったデグリューにマノンが求愛する場面はこのオペラのハイライトとも言える非常に感動的な場面だが宗教家に対する情愛の誘惑というテーマはダイスやエロギャードでも取り上げておりマスネが得意とするシーンとなっているマノンを当たり役とした歴代の歌手には実際にマスネの恋愛の対象であったと考えられているシビル・サンダーソンをはじめメアリー・ガーデン ジェラルディン・ファーラー、ファニー・エルディ、ルクレツヤ・ボーリ、アメリー・タガリ・クルチ、グレース・ムーア、ビッド・サヤン、ビクトリア・デ・ロス・アン・ヘレス、アンナ・モッフホ、ビバリー・シルズ、ルネ・フレミング、ナタリー・デセイ、アンナ・ネトレプコなどを挙げることができる。マスネは後に本作の続編として、同じ原作をもとに一幕物のマノンの肖像、レポートレート・デ・マノンを作曲している。 約2時間41分でグリューとマノンの出会いフランス、アミアンの宿屋。この宿屋に、宝刀貴族の義ーは、友人のブレティニア、高級商婦たちと食事をしに立ち寄る。しかし、宿屋の主人が、なかなか食事を運んでこないので腹を立てている。ようやく食卓が整ったところに、一台の馬車が到着し、ブルジョワたちの群衆の中からマノンが降り立つ。マノンは、 その驚愕的性格から修道院に入れられることになっていたが、彼女自身はその運命をすでに諦めていた。マノンは迎えに来た重慶レスコーに対して、この心情を表すアリア、私はまだぼーっとしていますを歌う。マノンの美しさに目を奪われたギオは、金と身分に物を言わせて、マノンを連れて帰ろうとするが、レスコーに阻まれる。デスコーはマノンに切相を守るように説教し、 自らは友人たちと掛け事をするためその場から離れる。そこに父のもとへ向かおうとしていた騎士でグリューが登場し、マノンの美しさに目を奪われる。ためらいがちにマノンに話しかけたでグリューは、マノンの修道院入りの話を聞くと、それを思いとどまらせて、二人でパリに行くことを提案し、マノンも同意。二人は憧れの街パリへ逃れる。 そこに登場したギオウとレスコーはマノンが駆け落ちしたことに起こり、集まった群衆はまんまとしてやられた二人を笑い飛ばす。パリ、ビビエンヌ通りのデグリューとマノンの家。二人は貧しくとも愛情に満ちた生活を送り、デグリューはマノンとの結婚の許しを求める手紙を父に記す。そこへ、突然、マノンを我が物にしようとするブレティニと彼に買収されたレスコーが現れる。 レスコーはデグリューとマノンとの仲を認めたふりをし、デグリューが書いた手紙を満足げに読み上げる。その間にマノンは、ブレティニーから貧しい生活とおさらばして贅沢な暮らしをしようと誘惑され、さらにデグリューがその夜実家に連れ戻されることになっていることを知らされる。謝死を求めるマノンは、葛藤を抱えながらも、デグリューとの別れを決意。ブレティニーとレスコーが一旦その場から離れ、 デグリューは手紙を出すために不在にする。彼女は、アリア、さよなら、私たちの小さなテーブル用を歌う。デグリューが帰宅すると、マノンが泣いている。彼は、その涙の理由がわからず、アリア、夢の歌を歌い、彼女を慰める。そこへ、父親の配下が現れ、デグリューを連れ去ってしまう。マノンは窓辺に駆け寄り、私のかわいそうな騎士さん、と絶叫する。 第一場祭りで賑わうクールラレーヌ。ブレティニの目を盗んで、レスコーと三人の高級商婦たちが遊びに繰り出している。そこへ、女王前として登場したマノンは、その美しさを群衆に称えられる。ブレキニは、義用の自分からマノンを奪わないでほしいとの懇願を退け、金に物を言わせて、オペラ座のバレエ団を呼び寄せ、マノンを誘惑する。マノンはここで群衆を前にありや、 私は、すべての道を歩く、甘い愛に誘う声に従いましょうを歌う。ここで現れたデグリューの父親、白爵とブレキニの会話から、デグリューがサンシュルピスの神学校にいることを知った、マノンは、友人の話とごまかしつつ、デグリューが、自らのことを愛しているか尋ねるが、白爵はデグリューが、マノンのことを、すでに忘れていると述べ、マノンは衝撃を受ける。マノンは、 バレーもろくに水、デグリューの元へ向かうためその場を立ち去る。第2話産シュルピス大聖堂。デグリューはマノンとの思いを断ち切るために信仰に身を捧げることにした。だが、マノンへの思いは断ち切りがたくありや、消えされ、優しい幻影を歌う。そこへ、マノンが登場。それに驚くデグリュー。彼は、マノンのかつてのよりを戻す願いに耳を貸そうとしない。 しかし、マノンがあなたの手を握ったことを思い出してくださいという誘惑のアリアを歌うと心が溶かされてしまう。賭博場ホテルトランスシルバに共同生活を再開したマノンとデグリューであったが、マノンの相変わらずの協楽的な生活は変わらない。そのためデグリューは亡き母の遺産をとうとう使い果たしてしまう。マノンはデグリューに賭博で金を稼ぐことを提案し、 ためらう彼をホテルトランシルバニアの賭博場に連れ出す。そこにはギオがいて両者は賭博で対決。幸運にもデーグリューは賭博でもギオに勝利するが、それに腹を立てたギオはデーグリューがイカ様をしたと、でっち上げる。二人は哀れ、警察に逮捕される。ルアーブルへの道中。囚われの身となったマロンとデーグリューであったが、デーグリューは父親の力添えで自由の身となる。 しかし、マノンは売春婦としてアメリカに売り飛ばされることになった。マノンの奪還を試みるデグリューであったが、レスコーから兵が集まらなかったと聞かされ愕然とする。マノンの奪還が絶望的となり落胆するデグリュー。それに同情したレスコーは、流刑船の関係者を買収し、両者の大勢の場を用意する。 果たして、マノンとデグリューの王政は実現したが、マノンは衰弱して、明日とも知れぬ命であった。二人は熱い抱擁を交わし、変わらぬ愛を確かめ合うが、マノンは章に生きえようとしていた。デグリューは、この手を握った我が手を思い出せと、叫びマノンを励ますが、マノンは虚しく生きえるのであった。幕、ありがとうございます。